今回の釣りたいは横須賀長居沖のオニカサゴ釣行。深場に生息するオニカサゴは船釣りでは人気のターゲットで、大きなトゲといかつい見た目が特徴ですが、その見た目に反して食味抜群の高級魚として知られています。果たして見事鬼退治なるか、お楽しみに。この番組は釣り具のポイントと関電工の提供でお送りします。こんにちは、プロアングラー山口光です。アシスタントの宗田淑です。淑さん、はい、今日ね、カタキを取りに来たんですよ。カタキ、はい、心当たりがあるでしょ、はい、鬼退治とか言われて退治されちゃった思いがそうなんですよ、ありますよね、悔しい思いが。今日はね、そのカタキを取ろうということで、はい、長井漁港儀平丸さんにお世話になってですね、はい、その鬼カサゴを狙っていこうじゃないかと。いや、頑張りたいです、思っております、はい、今日ね、ゲストの方また来ていただいております、はい、どうぞ。こんにちは。こんにちは。よろしくお願いします。横須賀商工会議所の太田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。太田さん、釣りはどんな釣りされるんですか？はい、そうですね、もうずっとヘチ釣りですね。あのオニカサゴって美味しい魚、はい、でも共同作業ですから、はい、誰かが一匹釣れたら OK、はい、そんな感じで狙っていきたいと思います、はい、よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。お世話になる船宿は長井漁港の老舗儀平丸。スルメイカやヤリイカ、ショートカワハギの乗り合い船をメインにしている船宿です。今回は下手船でのオニカサゴ釣行、長井沖を中心にポイントを探っていきます。使用する道具がこちら。竿は高宮のソリッドスナイパー2215M、 天秤と仕掛けは山下の製品を使用します。ポイントの長井沖に到着。さあ、鬼カサゴリベンジです。じゃあね、今ポイントつきました、はい、水深がね90台後半、はい、でいろいろ岩砂地みたいなところがあります。餌はサバの切り身とカツオのお腹のところのものです。初めてかもしれない、はい、でこれあのベイト、うん、でこれはねつけたり外したりするんだけれど、僕がやってるところでは、はい、このベイトはあった方が釣れる。餌を刺します、皮目から、はい、で結構しっかりしてるからね。仕掛けがね絡んでないか確認しようね、はい、あの絡んでつるになっちゃったらこうね下行っても深いから、はい、でカチャッとこう落とします。でも深場の魚っつうのはさ、高級魚が多いです。美味しいやつがね、そこでコツコツ一回持ちます、はい、ね、でこれ深くなったり浅くなったりするから、はいはいはい、そしたらスッとこう待つ、はい、でこれで当たりがないなってもしなった時に、はい、そーっと立てて 1,2,3 ぐらいでゆっくり戻してって、はい、ゆっくり、これもゆっくり、これ早くやると絡んだりしちゃうから、はいはいはい、でこの落ちてきた時に食ってくる。おー、そうなんですね、うん、まあそんなことでちょっとやってください。わかりました、はい、ありがとうございます。ちょっと重いよ、重いよ、だから脇抱えてね、はい、両手でそこに。淑ちゃんは今回が2回目のオニカサゴ釣行。前回は本命が釣れずに悔しい思いをしましたが、さまざまな経験を積んだ今の淑ちゃんならきっとやってくれるはずです。お、当たった。淑ちゃん早速ヒット。当たった、当たった、それいいじゃん、よし負けん、やった、いやそれいいじゃん、もうあと 1,2 ぐらい OK。 わー割と序盤で当たってくれた。やったじゃん。まだ安心はできないですね。まだ分かんないけどね。いや、そうですよ。そして 90m を今から上げてこなきゃいけない。いやいいよ。いや、そういう引きはね、そうだね、割と明確な当たりだったんで。そうなんだよ、うん、そうなんだよ、渋い見込みだったのに。いや、でもまだ現物を見るまでは油断できない。そりゃそうだよ
お誕生日迎えてからの、ね、ファーストフィッシュじゃないですか。お誕生からのハードルが上がっている。やって釣れなかったね。そうですね、前はそうでしたね。おー、引いてるな。そうだよ、引くんだよ、うん、小刻みに引いてる。ずっと1年越しのですね。はい、そう、手繰ってる。おー、いいじゃん。うわー、お願いします。すいません。やったー、大きいありがとうございます。めっちゃ大きくないですか。でかいよ。よし、釣れました。この方すごい。なんか釣れただけでも嬉しいのに、こんな立派なのが来てくれて、もう今テンション最高に上がってます。やったー。しくちゃん、見事両型のオニカサゴを釣り上げました。開始早々リベンジ達成です。どっちに食ったんだろうか。青、青でカツオに食った、ね、上の方ですね。カツオ、はい、上の方でした。あ、カツオに食ってるよ。じゃあこれ餌このままでいいです。わかりました。はい、またやってください。細かいのとかじゃなくて、一個大きなビクンっていうのがあって、あ、もう明確に当たったって分かる感じでしたね。で、10メートル近くになったら急に暴れ始めて感じでした。どう言ってたんだよ。いや、思いました。ちょっとハイライトも終わっちゃったんじゃないかな。あれ以上あるかないいのか悪いのかじゃあね、ちょっと僕の方もね、スタートしていこうと思います。この仕掛けは水中で安定した浮力を発揮するマシュマロボール付き。アピールアップに効果的です。で、これを全部通してつけてしくちゃんの仕掛けのようにしてもいいんですけども、これをね、半分に切っちゃいます。こういう状態、これ半分に切った状態ですね。この短冊にして、これ2つにするっていう方法、これ食いが渋い時なんかはこの方法の方が吸い込みが良くなる。あの、通し出しで縫い出しで奥の方に入れたりとか、まあいろいろあるんですけど、今回はね、これでちょっと足した状態でやってみたいと思います。山口プロはしくちゃんとは違う仕掛けでオニカサゴを狙います。やっぱりベイトの誘いも効いてるし、アピールも効いて、当たりはすごく、まあ、一番出てんじゃないかなっていう感じですね。今の当たりはオニカサゴっぽかったけどな。うん、当たるよね。ちっちゃいのがかかっちゃったかな。どうやら何かがかかっている様子。違うカサゴ。えい、あやめカサゴってね、美味しいですからね、これもね。ヘチ釣りを得意とする横須賀商工会議所の太田さんは今回オニカサゴ初挑戦。来ました。そうですね、当たりましたね。ついてるかな。ついてますね。本命じゃないけど釣れました。太田さんは姫と夢カサゴのダブル。船中ではオニカサゴを中心に様々な魚が釣れています。こちらはまさかのマダコ。皆さん釣果は上々。山口プロ、オニカサゴリベンジなるか。よし、食った。難関の連合。自信がなくなってきた。
慎重に。鬼だったらね、もっと行くと思うんだよな。でもまあ、せっかくヒットしたから大事に。急に行くからね、油断しちゃうとダメなんだよ、これ。おや、おや、赤いぞ。抜いちゃった。でーん、やったー。お待たせしました。やったー。山口プロもリベンジ達成。下で今もぞ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 っていうあたりだったんですけど、もうずっとこうちょっと重りをすかしてそこから上げても当たりがかなりね伝わってたんで、あとはもう張り上がりするかどうかっていうのがね、あのドキドキ感があるところなんですけど、うまくかかってよかったです。まあちょっと食ってきたようなんで、サイズアップ狙っていきたいと思います。チクちゃんに続いて山口プロも念願の鬼カサゴとご対面。この調子で後半戦も頑張っていきましょう。今回の釣り隊は横須賀長井沖の鬼カサゴ長江。晴天にも恵まれ、開始早々に本命の鬼カサゴを釣り上げることができました。ここで福ちゃんに大物らしき当たりが。一体何がかかったんでしょうか。やばいよ、俺がファイトしたいぐらい置いてたんですよ、置き座をしてて。そう、なんか明らかになってるから。これだよ、これだよ、これだよ。祈るしかないね。そうですね。え、何すごいな。よし、じゃあ負けるとこまで。今走るかもしれないから、走り始めたら巻くのやめよう。うん、はい、巻いて。しっかりね、かかってると思う。あら、来た。いやー、はい、そう。ちょっと待って、言ったじゃん。うわー、なにでかー、なにこれ、はい、あ、切れちゃった。かかったのは1メートルを超える大型のサメ。バレちゃいましたが、今日一のビッグファイトね、え、本当にサメだったでしょ。すっごい大きいサメだった。なんだあれは。ここまでせっかく上がってきたのに。そう、まあいいんですよ、結局逃がしてあげるんだから。うん、よしとして。いや、惜しかった。いや大きなサメがそこまで来てました。いいじゃないですか、大物のファイトもしたってことで。はい、フカヒレ。フカヒレあ、そうか、食べる方向行くんだ、怖くなくて大物とファイトすればお腹もすくんです。チクちゃん連続ヒット。それなり当たった時はそうでもなかったんですけど、様子見てたら何回かあったんで、今上げてきてます。まだまだかかります。お、いったいった。よし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 。なんと隣で山口プロもヒット。やった、またいいよ。やったやったいいの釣れました。またいいの見ちゃった。おー、この辺から引くぜ。この終盤になってこの揺れが俺に試練を与えてるね、これ。やば、重いですよサメは。捕獲成功ついに捕獲しましたねほぼ同時ヒットでしたね。いや、いや、聞いたでしょそうですね、はい、ね、聞いた。いや、そりゃこの大きさですから。聞いた。まあちょっとね、じゃあ逃がしてあげる、これはね、はい、サメさんまたね。サメさん、はいよ。これはリリースしちゃダメだ。そうです、これは今日の本命なので。なんで今日全然調子いいじゃないですか。どういうことなんですか。去年の鬼カサゴの悪夢は嘘だったかもしれない。船長が極秘ポイントに。極秘ポイント、やった、うん、ちょっともう一回釣るよ。はい、サメじゃないの。頑張りましょう。じゃあね、こっちの方、はい、なんか、あ、シクちゃん、ちょっとね、近づいてるかどうか分からなかった。あ、マジか、全然気づかなかった。うわ、いるな。マゴチ。シュクちゃんが釣ったのはマゴチではなく
こち亀でもスーパーレアの花目ごち。今日は絶好調のしくちゃん、恐れ入りました。普段エチ釣りばかりしているので船釣り機会がなかなかなくてですね、こんな 100m の水深ですとか重り105を使ったりというのが初めてだったので、すごいいい経験になりました。なかなか船釣りも難しいなと思いました。いや、オニカサゴ釣れましたよかったって、なんか安心感のが今強いかもしれないです。でも前回全然釣れなかったのでいい日になりましたやっぱりね、昔からやられてるんで船長たちもね、いろんなポイント知ってるみたいです、探っていただいてもいろんな魚釣れたり、まあ、それだけで十分なんですけど、今日はしくちゃんにねやられました。あと後ろのお手伝いに来てくれてる加藤さん、女性がねみんないるんです。もう本当に頑張ったんですけど、でもね非常に楽しい釣りです。またね、機械作ってやってみたいと思います。不安と期待が入り混じる今回の釣行でしたが、終わってみれば上々の釣果。見事オニカサゴリベンジ達成となりました。釣り具のポイントインフォメーション。このコーナーでは釣り具のポイントから耳寄りな釣り情報をお届けします。こんにちは、釣り具のポイント横浜港南台店の後藤です。今日私が紹介する商品はこちらです。 XOX のジュニア救命胴衣タイプ A です。夏真っ盛り、暑くなってきたので川遊びや磯遊びが恋しくなってきましたね。お子様の安全対策はお済みでしょうか。こちらの救命胴衣をご着用いただくと安全がしっかり守られます。しかもこちらの救命胴衣は国土交通省承認型タイプ A となっておりますので、こちらの救命胴衣を着てもらうと一緒に遊漁船や小型船舶も楽しめます。夏の安全対策にぜひ一着いかがでしょうか。皆さん、釣り具のポイントのスマートフォンアプリのダウンロードはお済みでしょうか。釣り具のポイントのスマートフォンアプリでは会員カードの表示だけではなく、溜まっているポイントの確認やこれまで見れなかった購入履歴も確認することができます。まだ釣り具のポイントスマートフォンアプリをお持ちでないお客様、ぜひご利用ください。よろしくお願いします。高級魚のオニカサゴ、食べないわけにはいきませんよね。今回は伊兵丸の船長さんと同船の方がオニカサゴを調理してくれました。さあ、はい、素晴らしい料理ですよ。いや、素敵、たくさん用意していただいて、高級料理なんだよね。なかなか食べれないですよ。そうですね、もうお値段もね結構いいお値段ですから、うん、まあ、せっかくね皆さんがね今日ね作ってくれたの、はい、挑戦してくれたね、はい、お仲間がね、じゃあ早速、はい、食べていきましょう。いきましょう、はい、どうぞと。はい、では早速。なぜどうぞって言ったかって、一番でかいの釣ったのそうですね、そういえばそうです。そうやって俺が言ったらあれ順番違わないっていう。いやいや、それはそれでは、お言葉に甘えていただきます。おいしい、すんごいおいしいです。幸せだ、うん、めちゃめちゃうまいですね、うん、めちゃめちゃうまいですよね、はい、噛んでるとすっごい出てきますね。そう、うん、うわ、歯ごたえ、うん、薄いのに歯ごたえがある、味濃いね、うん、では次唐揚げいきたいと思います、うん、いいですか手でガッそうですね、ここ、うん、美味しいよな美味しい、やっぱ唐揚げいいですね、うん、いいですいいです、うん、小ぶりの釣っても唐揚げにしてこれだけ美味しく上がるので、実際さ、うん、小さいの釣って、うん、やっぱりちょっと上がっちゃうようなやつは、うんうんうん、こういう料理が一番いい。そうですね、じゃあこれちょっとぜひ食べてください。はい、いただきます。美味しそうですね、うん、おつまみ的な感じで、じゃあ先いただきます。いい音、間違いないですねではこちらしゃぶしゃぶということで、こちらに出汁も用意していただきましたけど、
もしかしてやっていただけるのかな。はい、やります。お、あ、すぐ色変わった。多分やりすぎない方がいいですよね。そうですね。ではしゃぶしゃぶいただきます。いただきます。おいしい。なんでこんなおいしいんだ。すごいおいしい。おいしい。しゃぶしゃぶで食べるのありですね。冬のターゲットとしても、うん、すごく人気が高いのはやっぱ冬鍋でしょ。そうですね、鍋もね、いいですね。で意外にこうお作り作っても、はい、そのまんまお湯でいっちゃうみたいな あるわけです。もういただきましょうよ。そうですね、どんどん。おいしいです、ね、もったいないから。最高。幸せな時間ですよ。はい、本当。本日どうでしたか。そうですね、今日は私だけちょっと鬼笠子を釣ることができなかったのでものすごい悔しいんですけども、うん、普段やってる釣りだと釣れない業種ですとか、初めて電動リール触らせてもらったりとか、うん、水深100メートル以上釣りするの初めてなのでものすごい楽しかったですね。ちょっと悔しいのでリベンジしたいので船釣り始めてみようかなっていう気持ち。ぜひ連絡ください。ぜひね、はい、とても楽しかったです。本当良かったです。しくさんどうでした。いやもう最高でした。私はもう最高以外の何もんでもないですよね。そうなんですよ。その前回のトラウマみたいなのも少しあったので不安だったんですけど、はい、もう開始早々割と早い段階ですごいいい方のやつが釣れて、うん、それで一気に自信ついていい一日になりました、山口さんいかがでした。今日はこの長井っていう場所から、鬼笠子に出た初めてなんですよ、はい、でいろんなポイントあるんだな昔やってたんだけどなんていうね、うんうん、お話も聞いてたから、うん、いやいいポイント連れてってくれるのかなと思ったから、いやもう1回目からもうドーって出てたから、そうですね、うん、だからそういうの見てると、うん、まだまだ、このエリアから、うん、楽しめる釣り物あるんだなと。でいろんな釣りにチャレンジしてくれてるね船宿さんなんで、はい、もう本当皆さん優しいし、うん、ぜひね、遊びに来てほしいなと思いますね。ではお疲れ様でした。お疲れ様でした。それではまた次回お会いしましょう。釣りたい。この番組は釣り具のポイントと関電工の提供でお送りしました。